タッチペンでできる新しいゼルダ。無限の砂時計、幽霊船に連れ去られ行方不明になった仲間を探し出すため、4つの海に浮かぶ島々へ。待ち受けるのは個性あふれるキャラクターたち、そして行く手を阻む数々の謎と試練。タッチペンでできる新しい冒険、任天堂 DS ゼルダの伝説無限の砂時計。攻めと守りに分かれて得点を競う対戦プレイも楽しめます。攻めは相手に捕まらないようにコースを陣地に運んで得点を増やします。守りは3体のファントムを動かして相手がコースを運ぶのを邪魔します。